とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、季節限定のクエスト行きます。武器は入手したんだけども、防具がねまだ入ってないのよ。なのでここは防具が出るっぽいので行ってみましょう。王の隠れ家か。ここは強制的な戦闘は最後にあるぐらいか。18でなんとかいけないかな。18で一回挑戦します。それでは行ってみよう。基本逃げるがいいよね。逃げた方が、あ、いや、いけるぞ。意外と倒せる、意外と倒せる。逃げずともこれいけるな。あ、いや、きついところはきついわ。ああ、でも倒せるよ。18って倒せるレベルか。おい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 、きつい。そうか、ナイトモードだからね、敵はどんどん湧いてくるんだ。オッケーオッケーオッケー。いやいや、ちょっと待て、きついねやっぱり多いな。ちょっと待て、油断すると本当にねぼっこえられる。ちょっと油断しないようにいこう。こっち側に1個あるな。あー、もう落ちちゃったみたいだ。こっち側にあるのね。オッケーオッケー。なんとかでもいけるね。ここでしょ。で次は、おいおいおい、きついな。あと1体。足速っ。まあまあ足はこんなもんだわ。よし、オッケー。あ、この落下ダメージ、落下ダメージ痛い。よし、あ、全然いけるじゃん。いけてるよ。これ隠し宝箱とかも取りながらいけるね。あ、結構余裕がある、余裕がある。どこだ、お前か。倒しとこう。意外と余裕があるよ。ということでちょっと取りながら行こうか。ここは羽がないと無理だもんね。意外といける。あ、いたたたた、あーあああ、よっと、よし。ああ、まあまあノーマル品だけどもアイテムは嬉しいからね、取っていこう。まだ、あー、なんか、うわ、きつそうなやつらがいるぞ。よし、いけ。うわ、やけど、やけどダメージがここまで重なると痛いみたいだ。仕方ないね。あそこどうやって取るかまだ未だに分かってない。まあいいや、行こう。全然いけるよ、全然いける。しゃあ、あと、最後の強制戦闘でおしまいですね。はいはい、結構楽だったね。普通に倒せる倒せる。18はいけるんだな。あーい、おいいや、やっぱきついきつい、ダメージ相当食らうわ。よし、オーケー。よし、クリアしました。ここは早かったね、すぐクリアできる。よし、では何でしょうか。期間限定、震える弓、防具じゃなかった。あ、じゃあこれ防具もあるんだな。弓だった、弓。あ、弓だ。で、こっちは剣だもんね。ああ、じゃあもう一個あるっていうことだね。とりあえず性能これです。スピードを奪う。ああ、なるほど。鈍速にさせるわけね。で、エンチャは、ちょっと微妙だな。バーストボーストリングするならば、
マルチショットが欲しいところだしね。微妙じゃない？この装備。あ、でも撃つ時の音はかっこいいかな。ああ、なるほどね。ちょっと微妙な気はするけども、はい、まあとりあえず期間限定装備震える弓入手しました。剣がこれだもんね、フロストスレイヤー。まあ、全部なんか氷っぽい冷たい感じの武器になっております。防具がね、なんか狼の装備みたいなやつだったんでね、あれが次、明日ぐらい出てきてくれるかな。はい。まあ、とりあえず、ユニークの弓、期間限定装備、入手しました。こんな感じです。ではね、また出していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。